どうも、お久しぶり、ビアスチャンネルでございます。ええということで、今日は、はい、トミさん、バランタインって前飲んだな。そうそう、ナムさんがね、うん、田舎でボトルキックしてると3000円のなということで、今年発売のね、すごく流行っているというかね、騒がれているこの7年バランタイン7年おー、いいですね。これもね、そんなに高くなくて、やっぱこちらのノンエイジよりも7年ですから。俺あんまり額が入ってないからね、インターネットで調べてるんですけども、このバランタイン7年っていうのはね、17年に21年とかっていう他のこう寝かせたお酒も売ってるわけですけども、もともとのそのマスターブレンダーっていう方が、はい、初代のマスターブレンダーっていう方がいて、はい、ジョージ・バランタインさんが、はい、1872年に世に送り出したのがこの7年っていうやつだって。なるほど。でそれを、まあ、今回もう一回売ったらめっちゃ売れんじゃねっていう浅はかな考えで彼らは世に出したわけですよ。これバーボンフィニッシュって書いてある。そう、オークダルで7年熟成させた厳選モルト原酒を、はい、バーボンダルで高熟させたことによって、スコッチらしい炭性が熟成されたこうベシッとしたバーボンダル由来のウイスキーになってると。いや、こっちのものに関しては、バーボンはないってことですよね。これはいろんなのが混ざってるブレンデットですからね。でこれに関してはもうがっちり熟成させたウイスキーだから、まあ何て言うんだろう、こうザ・バランタインって言ったらこの7年っていうふうに。本当かよなんかこれカンニングしてて怪しいんだよな。もういろんなスパイス付き加えるから、ガセネタも入っているからまだ面白いのかなって思うけど、まあどちらにしろブレンデッドのスコッチを7年寝かせて、そうフィニッシュでバーボンダルと。イエス。だからやっぱ多くな感じってことですかね。そうだね、だからもう味的にはかなりこう匂いがスパーンとくるんじゃねえかなって我々は予想するけど、どちらかとこっちはほら、もったりっていうわけじゃないけど、みんなに愛されるような、飲みやすいね、飲みやすい、あの癖がなくて、なんだ、3日で飽きるような味わいだけど。そんなこと言ってたね。こっちは1週間持つだろう味なんじゃないかな。じゃあ開けてみます。開けてみよう。匂いはすごいと思うな。楽しみだ。結構これ甘いよ。あ、でもね、やっぱ違う匂いが、トロッとしてるな。そうだね、切れがいいっていうか、あれね、あんまビチャビチャしないね。あ、1ヶ月ぶりだな。あ、いい香りだね。あ、あれじゃね、あのほら、蒸留所行ったじゃん、あの樽貯蔵してる倉庫の周りの匂いじゃない、静岡の話。ガイアフローのさ、あー、もうだいぶ昔だね。あのすげえ、なんていうんだろうな、匂いは穀物っていう感じか、パンの食パンのいい匂いみたいな、ブレッド臭っていうのがしますね。じゃあちょっと一発飲んでみたいと思います。おお、俺のカツいっていい？もちろん。柔らかいね。あのアルコールの感じはあるけど、こう口の中にこうなんか上と下にこう来る感じ。わかるわかる。この、ね、この上にカッとくる。上にカッてくるんだけど、本質はこう柔らかい。なんだ。なんか、そうだな。スパイシーだよね。ちょっと。スパイシーですね。香りは甘いのに、味はスパイシーな感じで、あと舌にこう最後なんかスッと刺激が来るでしょ。きますきますきます。どうですか、あのね、飲み慣れてるバランタインじゃないですか。いや、正直やっぱうまい。美味しい。あのやっぱこっちの方が、あの何でやっても美味しいんですよ。水で割っても、炭酸で割っても、例えばお湯で割ってもロックでやってもうまいんだけど、こっちはストレートでしかまだ飲んでないけど、そうだな、良さを感じますね。こっちもせっかくだからね、比べてみる。標準語で話してますよ。イントネーションおかしい。そうか。1ヶ月の隔離すると標準語忘れるんだよ。何人だっけ、何人。あ、やっぱ全然違え。あ、やっぱこっちは全然甘みがあるね。7年の方が香りが浅いね。違えな。
いやでもやっぱし味の格は一緒じゃない、格が一緒、格の部分は一緒だけど、でも今咳き込んだのは分かる分かる分かる、あるんだよね。叩かれるかもしれないですけど、これストレートで飲むもんじゃない、うん、あこれやばでこのストレートで飲めないお酒が7年熟成させて、まあ、フィニッシュでね、うん、バーボンして、うん、ストレートで飲めるお酒になってるね、なってるね、ちゃんとウイスキーやってんね、うん、っていう感じ。これはもう完全に割って飲む、割って飲むやつだね。これはまだギリストレートでも飲める、うん、ただギリっすよぶっちゃけ、ギリだね、あのやっぱ値段相応というか美味しいですけど、やっぱ割ってね氷とかハイボールとかにして飲むんであればどちらも美味しいから、結構やっぱアルコール強いねこれちょっとしんどいね、うん、なんか本当にむせたもん、うん、でもなんだかんだこっちもまだ強いよ、うん、辛いっていうかスパイシーが強い、どうしたんですか、これロックハイボール、ロックじゃね、よし、じゃあ氷入れましたんで、ちょっとじゃあ7連の方からいこう、こっちか、あこっちの7連だね、よし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 、塩味が強くなるのかな、ミネラル感っていうか、まあ、ミネラルは確かに立つね、うん、まあ、塩味も来るね、うん、でもなんか渋みっていうかやっぱ来るよ、雑味というか、うん、あとこれ樽の雑味いいのかな、バーボン、いや確かにバーボンだね、うん、バーボン強いな、強くなったね、うん、なるほどなそしてこっちは水になるってでも鼻から抜ける感じはやばくない、うん、うん、そのごいアルコール、うん、分かる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 、あの舌触りはなんかこうただの水とかお湯とかって感じするけど、あのいやこれって好み分かれるかなまあどちらにしろ多分ね、ストレートとかロックで飲むお酒ではないこと前提で考えてたら、まあ、こんなもんなのかな、パンみてえなんだよな、中心に匂いが、穀物がさ確かに穀物種は、うん、あのブレッドっていうか食パンの焼き上がりましたっていう匂いに近い、でもまあやっぱ7年の方が寝かせてる分癖はあるけどいい匂いもするし、まあ、バーボンだからやっぱり染み出るものがあるのかな、初めてでしょ7年、7年初めて飲む、これはちょっとお湯割りはしたくないね、これはね、ロック、ストレート、俺はストレートかな、こういうクセモノ好きなんで、うん、ハイボールは多分ハイボールだと散ると思う、この系はやってみる、いいよ、よし、ということでちょっとハイボールにしてみました、こっちが7年よし、じゃあ飲みましょうか、うん、うん、丸くなるな、甘みが際立つ、そうっすね、うん、甘いで、やっぱ炭酸効いてるのですごくフレッシュで、なんだろうな、やっぱりこう嫌味がねえ感じはするね、うん、多分このままこうなんだろう、こう乱発して飲めるようなウイスキーハイボール用のウイスキーって言えば言葉が変だけども、はい、まあよく居酒屋でもしかしたら出てくるようなハイボールに近い、こっちはだってもう普通のバレンタインの方はうんって感じだね、あの家飲みを俺嫌いあんま好きじゃないわ、いやでも好みだって、まあ、そもそもウイスキーは好みにが分かれるからあのまずいかまずくねえかって言ったら両方とも美味しいんだよ、けど多分これはまずいっていう人もいるしうめえって人もいるし申し訳ないけどなんか嫌な部分だけ残って、ああ、いやそのいわゆるほら癖だと思うんだよ、その最後に尖るところって癖だから、うん、その尖った最後の癖はなんかちょっと苦味というかなんかちょっとエグい感じ、処理っぽい感じ、あこれといって本当に前から言ってるけど、これといってこうこいつなかなかいい匂いするとか、うん、なかなかこうなんていうんでしょう、スモーキーとかなかなかこうコクがあるとかってないじゃん、そうだね、こっちも正直あのハイボールにした瞬間にまあ飲む瞬間にあいいオークダルの匂いするな感はあるんですよ、うん、でも口に入れた瞬間にあ本質は変わらねえなっていうバランタインも、でもやっぱこっちが俺は嫌いって言ったこと前提で話をすれば、うん、こっちの方がやっぱし甘みも強いし、うん、あと香りもありますね、いいし、うん、ウイスキーとしてはあの美味しいねっていう、うん、これおいくら万円なの、どうだってなもうだいぶ前に買ってたからな、1000
多分1700円とか1000円しないぐらいだった、うん、まあでも2000円しないぐらいでこれ味出せるんだったらこう、なんでこう懐に入れて時々こうやってかけれる分にはいいウイスキーなのかな。僕その味だったらディープブレンドになっちゃうかな。ディープブレンド最近のおすすめ。あ、おすすめ。あ、なるほどな、ね、ディスってるわけじゃないですよ。ただ皆様もね、限られたお小遣いで買うとなったら7年もいいですけど、うん、いやでもこれはあの多分バランタインの7年好きな人は本当に好きな人はなんだと思う。バランタイン好きな人は好きだから、ね、うん、好き、うん、もしかすると俺も後々ハマるかもしれない。これは確かに初見ではね、うん、でもほらね、ナポさんのお知り合いの方がねもっと正直レビューしろと、うん、叩いてきたから叩かれたから、じゃあ正直レビューしたら俺嫌い、俺嫌いこれまあまあ以上こんな感じでよろしいんでしょうかね。いやいいと思う、これが正直だから。僕はサウザーと一緒なんで。意味が分かんない晴天サウザー、晴天サウザーでしてこうあのね、こびぬなんとか帰り見ぬだ、そっちね、そうね、うん、俺はやっぱりこれはこっち好きなんだけどこっち嫌い。珍しいパターンだ。そう、あのやっぱりあこれ単体飲まねえから、やっぱりこうお湯割りとかで飲みたい、うん、だから焼酎に近いよな。こっちはちょっとやっぱり焼酎から逸脱した感じがするから。焼酎で比べるんだよいやー、やってしまったら今回の動画だ。これはボツですか？ボツかな。ということで、正直な感想で、今日はバランタインをね、はい、味わってみました。はい、ということで、こっちが、まあ、1000円以内で買えます。こっちが2000円以内で買えます。ということで、まあ、味の違いをね、ぜひちょっと試してみてはいかがでしょうかっていう動画でございました。ということで、あんまりね、ちょっと、なんかちょっとなんか見えきらなかったな、バランタイン。そうですね、うん、なんか良くも悪くもっていう感じですし、皆様におすすめですともちょっとなんか言えない言えない感じの。いや、同じ2000円払うんだったら俺はやっぱディープブレンドの方がいい、うん、これがリアル、はい、もうリアルにいます。リアルのビアスチャンネルでした。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。